仙台市と市長選予定候補者の角野達也さんの決意表明です。お集まり、お集まりの皆さん、お晩でございます。今日はこんなにもたくさんの皆さんにお集まりくださり本当にありがとうございます。9人の方、8人の方の温かいメッセージ、そして今後輩でもある小池晃子さんと副委員長の素晴らしい激励を受け、私たち勇気100倍、明日から 100% の勇気で頑張っていきたい、改めて決意を申し上げます。ちょうど1ヶ月前の今日、記者会見を行いました。その時の私の決意、最終的に市長選出馬へと私の心を突き動かしたものは、やはり被災者のへの医療介護の免除制度、これを打ち切ってしまい、被災者の皆さんが何度も何度も足を運んでも会おうともしない、帰ってくる答えはお金がないんです、国にやってもらうしかありません。これを繰り返す奥山市長、仙台市政を見ていてもう黙ってはいられない、いても立ってもいられない、その思いで出馬を私は決意をいたしました。ぜひその思いを全力あなたに向けて戦いに行きたいと思っています。どうぞよろしくお願い申し上げます。出馬会見から1ヶ月が経ちました。この間たくさんの市民の皆さんとお会いし、お話を伺ってきました。医療費がかさんで病院に行く回数を半分に減らしたとか、薬を飲む回数3回飲まなきゃいけないけど1回にしてるんですとか、ある方は抗がん剤の治療で1回5万円かかる、2ヶ月で3回15万円かかってお金がなくて親戚中走り回ってなんとか払ったんです、そうした声を伺いました。また敬老乗車証が上限が4月で使い切ってしまって、もうあとなかなか病院に行けなくなってしまった、町にもなかなか出られないんです、そう言って言われる方もいらっしゃいました。今日私のツイッターにフェイスブックにあるコメントが入っておりました。私は共産党は支持していないが、まあ、厳密には反日共ですがと書いてありましたけど脱原発候補の角野さんを応援しますとコメントが入っておりました。仮設住宅の支部会に参加をした時には握手をしながら涙をいっぱい、溜めて助けてください、市長になってね、勝ちましょうねと多くの方が言ってくださいました。こうした皆さんの期待を得て思いを得て戦えることに今誇りを感じています。何としても勝ちたい、この思いでいっぱいです。どうぞよろしくお願いします。復興の名で不要不急の箱物に偏った姿勢から被災者の命と暮らしを守る姿勢に転換をしようではございませんか。実際だけの市民との対話ではなく、市民のもとに足を運び、苦しみや悩みに心を寄せ、市民の意見を生かす姿勢をご一緒に作っていこうではございませんか。どうかご支援をよろしくお願いを申し上げます。私は18歳まで京都で過ごしました。仙台の町、定禅寺通りの街路樹の下を
コートの襟を立てて歩くことに憧れ仙台に来ました。それから36年仙台の自然、緑、人柄、街並み、とても大好きになって、この仙台で36年間地域の皆さんや若者の願いを実現するために頑張ってきましたつもりです以降、そして私は実は小学校の6年生の時に住井静さん原作の橋のない川という映画を見ました。それに衝撃を受けました。なぜ人が人を差別してしまうんだろう、こういう社会なんかおかしいんじゃないか。以降中学高校とこうしたブラックの問題についての研究活動もやってきました。それ以降差別は絶対にあってはならない、差別と貧富の差を何としてもなくしていきたい、そういう自分なりの信条を持って40年ぐらいですかね、生きてきました。ですから今弱者ではなく強い者だけを応援するような政治は政治ではないと思っています。被災者の皆さん介護医療の免除の復活、皆さんのニーズに合った復興公営住宅、住宅再建支援やっていきます。諦めないで頑張っていきましょう。若者の皆さん、働き盛りの皆さん、中小企業振興に全力を尽くします。そして正後継約条例、正規の安定雇用を作ってまいります。働く喜び、学ぶ喜びが希望が持てる政治を一緒に作っていきましょう。の若いお父さん、お母さん、市の責任で公立の認可保育所整備をします。子どもの医療費、中学校3年生まで拡大をするために拡大をします。安心して子育てできる環境を一緒に作りましょう。力貸してください。よりの皆さん、少ない年金で暮らしている皆さんを応援する政治絶対に作ります。敬老乗車賞の上限をなくします。声を上げ続けましょう。上げ続けるのではありません、私がやります。脱原発でご一緒してきた皆さん、ご一緒に脱原発都市宣言を作りましょう。よし、東北電力に堂々と物を言う仙台市政にしていきましょう。被災地の復興を願い支援をいただいた、今もいただいている全国の皆さん、 私をブログやFacebook、Twitter でいつも励ましてくれている全国の皆さん、皆さんの思いを市政刷新で応えます。頑張ります。今日のオープニングの前に、スマイルという私の大好きな曲をかけさせていただきました。市民の本物の笑顔が輝く、被災者が笑顔を取り戻す仙台をご一緒に作っていきましょう。ご参加の皆さん、17日間門野達也全力を尽くします。皆さんの力を最後まで貸してください。ご一緒に変えていきましょう。心から訴えさせていただきまして、私の決意とさせて
いただきます。変えるのは今、僕と一緒に頑張りましょう。